4月17日の星座別運勢ランキング。第1位子座。勇気と情熱で未来を切り開け、燃えるような情熱と勇気を持って、未来を切り開くことができる日です。自信を持って挑戦し、成功をつかみましょう。ラッキーアイテム。赤いアクセサリー。自信を高めてくれるパワーがあります。第2位お羊座。新たなチャンスが舞い降りる。新たなチャンスが舞い降りてくる日です。自分の力を信じて、積極的に行動を起こすことで、 良い結果を得ることができるでしょう。ラッキーアイテム。パワーストーンのブレスレット。運気を高めてくれる効果があります。第3位、天秤座。バランスを取りながら前進。バランスを取りながら前進することが大切な日です。自分の感情や思考を整理し、冷静に判断することで、良い方向に進むことができます。ラッキーアイテム。バランスボール。バランス感覚を高めてくれます。第4位、双子座。コミュニケーションが円滑に。 コミュニケーションが円滑に行える日です。相手との意見の違いも受け入れながら、円満な関係を築くことができるでしょう。ラッキーアイテム。手紙セット。思いを伝える手段として活用しましょう。第5位って座。広がる可能性に期待を。広がる可能性に期待をして、新たな挑戦に踏み出すことができる日です。自分の能力や才能を信じて、 積極的に行動しましょう。ラッキーアイテム。探検家の防止。新たな発見を引き寄せる力があります。第6位水の目座。自分の個性を活かして。自分の個性を活かして、周囲との違いを受け入れることが大切な日です。他人の意見に左右されず、自分の道を進んでいきましょう。ラッキーアイテム。ユニークなアクセサリー。個性を引き立ててくれる効果があります。第7位アギ座地に足をつけて進む。地に足をつけて、 着実に進むことが大切な日です。目標を明確にし、計画的な行動を心がけることで、順調に目標に近づくことができるでしょう。ラッキーアイテム。手帳。予定を整理し、目標を達成するための計画を立てましょう。第8位サソリザ。感情のコントロールが必要。感情のコントロールが必要な日です。冷静な判断を心がけることで、トラブルを回避し、平穏な日を過ごすことができるでしょう。ラッキーアイテム。アロマディフユーザー。リラックス効果があり、 感情を落ち着かせることができます。第9用座。自己表現を大切に。自己表現を大切にすることが大切な日です。自分の思いや意見をしっかりと相手に伝えることで、より良い関係を築くことができるでしょう。ラッキーアイテム。絵筆と絵の具。自己表現の手段として活用しましょう。第10用紙座。継続は力なり、継続することが力となる日です。目標に向かって一歩ずつ進むことで、 大きな成果を得ることができるでしょう。ラッキーアイテム。運動靴。体力を高めて、目標に向かって頑張りましょう。第11位乙女座。細かな計画を立てて、細かな計画を立てて行動することが大切な日です。目標を達成するためには、細部にまで気を配ることが必要です。ラッキーアイテム。手帳と点。計画を立てるための道具として活用しましょう。第12位カ座。感情の浄化が必要。感情の浄化が必要な日です。自分自身と向き合い。 感情を整理することで、心のバランスを取り戻すことができるでしょう。ラッキーアイテム、アロマキャンドル、リラックス効果があり、心を落ち着かせることができます。